突然ですが皆様、一番好きな声優は誰ですか？私は桜井貴宏様が、一番好きです。あの美声マジでかっこいいですよね。桜井様が演じているのは、おそ松、牧島翔吾、クルルギスザク、クラウドなどですね。特に私が好きなのは、アニメサイコパスの、牧島翔吾です。すべての男キャラの中で、一番好きなキャラが牧島翔吾です。もろちん声優の力も大きいと思います。そんな牧島翔吾を演じる桜井貴宏様に、なんとスキャンダルが発覚してしまいました。基本的に有名人の不倫とかには、あまり興味はないんですけれども、一番好きな声優なので今回の件は本当に残念です。また普通の不倫ではなく、内容もかなりひどいです。簡単に説明すると、桜井様はある女性と事実婚をしていました。しかし桜井様は、事実婚を隠したまま、別の女性、A さんと10年以上も、付き合っていました。翌10年以上も、二重生活を維持できましたね。罪悪感とかなかったのかな。もろちん A さんは、桜井様が既婚者であることは、全く知りませんでした。それなら桜井貴宏と結婚できる、と思ってしまいますよね。なので事実婚が発覚した時、A さんはあまりのショックで、倒れて緊急搬送されたという話も、文春の取材に対して桜井様は、A さんと付き合っていたこと、桜井が既婚であることを A さんが知らなかったこと、A さんと結婚を見据えて交際しており、実際そのようなやり取りをしていたこと、などを桜井様本人が認めています。A さんが結婚を知って緊急搬送された件については、言葉を濁していましたので、真偽はわかりません。大物声優ですし、不倫の内容があまりにもあれなので、まあちょっとドン引きですよね。後に桜井様は報道を認めて謝罪しています。中日スポーツから引用します。人気声優の桜井貴宏48が27日、自身の不倫を伝える週刊誌報道を認め、事務所 HP で謝罪した。まず事務所側は桜井貴宏に関する報道につきまして、記事に掲載されている女性に対して、大変なご迷惑をおかけしましたことを心よりお詫び申し上げますと報告。桜井の不徳の致すところであり、本人も厳粛に受け止め猛省と続け、信頼回復に尽力すると綴った。桜井本人も私の不適切な行動で皆様にご迷惑をおかけしてしまいましたことを、心よりお詫び申し上げますと謝罪。今回の件は私の無責任な振る舞いの結果であり、私の行いは決して許されるものではなく、皆様のご信頼を裏切る形になり深く反省しておりますと綴った。桜井に関しては、2013年から出演していた文化放送 BS 元気です。貴宏毎週日曜が24日、公式 HP と Twitter で突然の番組終了を報告している。しかし今後の桜井様が出演予定の仕事、一体どうなるんですかね。事務所にはかなりの金額の損害が出るかもしれません。A 様がひたすら気の毒です。いい人が見つかることを願っています。大丈夫ですよ。桜井様よりいい男なんて、その辺に転がってますから、爆弾発言、作品と出演者は別とはいえ、今後私の大好きな牧島翔吾を見るたびに、不倫の件が頭をちらついてしまうでしょう。わかる、この罪の重さ、美しくて知的な殺人鬼、牧島翔吾のセリフで、特に印象に残っているのがこれです。僕は、人の魂の輝きが見たい。それが本当に、尊いものだと、確かめたい。僕はね、この人生というゲームを、心底愛しているんだよ。だからどこまでも、プレイヤーとして参加し続けたい。こういうセリフを聞いても、いやでも君結婚を隠して10年も不倫してたよね、と私はうっすら頭の中で思ってしまいますね。それでも私は桜井様が演じる牧島翔吾が、すべての男キャラの中で一番好きです。SF 刑事ものの TV アニメ、サイコパスはめちゃくちゃ面白いので、ぜひ見てみてください。ちなみに私が一番好きな女性キャラは、ハーモニーのミヒエミアハです。ミヒエミアハと牧島翔吾の、知的なやりとりを、いつか見てみたいですね。最後までご視聴ありがとうございました。